RZ 第7戦とスーパー耐久第5戦が終わりました。ツインリンクモテギで開催されました。ワンメクレースの方は、予選が8位で、8位からスタートしたんですけど、ちょっと気負いすぎてしまって、フライングをしてフライングをして、ペナルティを取られてしまって、最終的には26位でチェックを受けました。まあ、ポイントを取れたレースだったんで、ちょっとチームのみんなにはすごく申し訳ないなという気持ちでいっぱいです。でスーパー耐久ですが、ポールポジションからレーススタートして、大沢学選手がスタート行ったんですけども、スタートして50分ぐらいでちょっとギアのトラブルが出てしまって、3速ギアがなくなる状態で、一度レギュラーのピットインをしてチェックをしたんですけど、直すことができないので、もうそのまま3速がない状態で、残りの4時間ですかね、みんなでタスキをつないで走りました。まあ、一時は最高位まで落ちましたけども、なんとか最終的に2位まで挽回することができて、まあ、なんとかシリーズランキングでも、シリーズランキングトップの状態で最終戦の岡山を迎えることができるかなと思います。今週ちょっと流れが全体的に悪かったですが、まあ、なんとか終えることができてよかったです。